セブン&アイホールディングスは阪急百貨店や阪神百貨店を展開する H2O リテイリングと資本業務提携すると発表しました。セブン傘下のそごう神戸など3店舗は H2O 側に引き継ぐ方向で検討する方針です。セブン&アイホールディングス傘下から H2O リテイリングに譲渡を検討する対象は、そごう神戸店のほか、西武高槻店、そごう精神店の3店舗です。これに伴い、セブン&アイは苦戦が続く百貨店事業について、首都圏中心に経営資源を集中し、立て直しを図ります。一方、H2O が推進するポイントサービスは、セブンイレブンでも使えるようにする方針です。